はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。先日もね、僕のところに来てくれた50歳の男性がですね、もうちょっとお腹を細くしたい、もうちょっとこの体脂肪を落としたいっていうふうにはまあ言ってたんですね。だけども、その方の体型を見て僕は体脂肪はもういいんじゃないですかって言ったんですよ。お腹ね、まあ割れてるまでいってないと思いますけれども、まあ、ベルトの上に乗るっても特に何もないぐらいの状態だし、それよりはこの辺りをもうちょっとしっかりしていく方がよりかっこいい感じで、T シャツなんかも着れるんじゃないですかというふうには言ったんですね。僕はね、本当に常々言うように、まあ、50歳以上の人が腹筋を割るっていうのはものすごい大変なことで、正直本当、まあ、世の中でもうこれくらいのレベルの人しかなかなか到達できない、まあ、本当に難しいことではあったりするんですね。まあ、割れないことはないですよ。割ろうと思うと、まあ、相当なやっぱり食事も切り詰めなければいけないし、それをある程度長期にやっていかなきゃいけないし、そこを絞っていくと、この辺がちょっとギスギス感が出て、逆にこの辺のボリュームがなくなってしまって、ただただ細い感じにもなりかねないので、まあ、ここのベルトの上に乗らない程度のスッとしたぐらいで、まあ、割れてるか割れてないか、なんかなんとなく見えるぐらいだけど、でありながら、この辺がやっぱりしっかりしてる50歳以上という方が、僕は一番それがかっこいいと思ってるんですね。かっこいいというだけでなく、実際にお腹をバキバキに割るよりも、まあ、もうちょっと簡単に手に入ると思うんですね。なので僕はお腹ばかりではなく、この肩周りもしっかりトレーニングしてほしいと思ってます。で、肩周りについて、ショルダープレスをまず基本的にはまず第1番目にはやってほしいっていうのはあります。なかなかね、肩が収縮しない、僧帽筋が収縮しない、それで腕が上に上がりづらいという、まあ、50歳以上の人はまあ多いので、まあ、まずはそこをやっていってほしいんですけど、そこの部分をちょっと抜け出したら、やはりね、サイドレイズをやってほしいと思うわけです。まあ、サイドレイズはダンベルを持って、こういう風にやっていく種目ですけど、まあ皆さん知ってますよね。こういうね、サイドレイズっていうのは知ってると思うんですけども、ただ、このサイドレイズというものを、ただこれをダンベル上げるだけっていう感じでやってると、なかなかね、いい形の三角形はつかなくて、まあ、ちょっとね、この2本の指だけを気をつけてやれば、もっとこの三角形は激変するんですよということを今日はお話ししたいんですね。もう本当にこの2本の指の使い方次第です。まず、サイドレイズとしてね、いつも言ってるのが、やっちゃいけないパターンというのが、ダンベルは上がってるけど、肘が上がってないという、このパターンのサイドレイズですね。これはもう絶対にやらないでというふうには言ってるんですけれども、そもそも、この肘が上がって、この上腕が上がってなければ、この三角筋は収縮してないんですね。ここの一番収縮したところをしっかり作ってもらいたい。で、一番収縮したところからずーっと使っていく。というふうにまあしてもらいたいわけですよ。それをいくら重いのをやってても、肘が上がってなければ、全然半分しか上がってない。で、むしろね、負荷が軽い、この辺しか使ってないので、こっから上が一番ね、負荷が重くなってくるところですね。そこを使ってないので、全然効果現れないということになってくるので、とにかくここしっかり収縮できるという、ここまでいってほしいということです。それで、まずは最初はダンベルなしでやってみてほしいんですね。ダンベルなしです。もうダンベルなしでも大丈夫です。まず片方だけです。片方だけね、体の中心をこうぶらさないようにしながら、片方だけ上げてみて、ちょっとね、やってみてください。座ったまでもいいので、ちょっとやってみてください。で、これがね、さっきのダンベルだけ上がって肘が降りているっていうのはこういう状態。で、僕がやってほしいのはこういう状態なんですよ。つまり、この肘の内側ありますよね。この肘の内側がこの正面に向いた状態。まあ自分でも目でもちらっと見えると思いますし、前に鏡があればまあ正面向かってあった方がいいんですけれども、この肘の内側、このくぼみが真横正面、今僕で言うのはこれがちょうどカメラのレンズの方に向かってずーっと向いている状態。これが上に向いた状態ではないということ。ね、そうすると当然この肘の先ですね。肘の先がこう真横に向いている状態ですね。肘の先は下に向いている状態ではないということ。まずここなんですね。ここをしっかりこの方向に向けるところでキープをしてほしい。で、これをほぼ肩の真横、水平ぐらい。まあ水平よりちょっと下でもいいんですけど、ここでキープしてるだけでも三角筋辛いです。今僕が話してる間にこれをやってるだけでもぎゅーっと一番収縮したところで維持し続けてるので結構辛いです。下ろします。ぎゅーっとキスで下ろします。今、それ感じられますか？ちょっとやってみてもらいます。これを正面に向けて、ね、上に向かないように正面に向けて水平近く、ほぼ水平まで上げてるような状況。ただこれだけです。で、この辺は何も気にしなくていいので、肘の内側正面に向いて、そして肩をすくめることなくやってるこの状態、10秒間ぐらいキープしてみてください。結構だるいと思うんですね。要は、ダンベルを持っていたとしても、今と全く同じところまで、この肘、この状態にしてほしいということなんですね。だけれども、ダンベルを持つと変わっちゃう。まあ、ここが問題なわけです。で、ダンベルを持つというのはこの手で持ってるんで、ここがまた重要になってくるというのが今日の話なわけですね。今のこの状態であればギュッと一番三角筋がね、ここの三角筋の中央が一番縮んだ状態というのは確認ができたかと思います。一番縮んだ状態から、ね、一番縮んだ状態から抵抗してネガティブを使いながら下ろしていく。一番縮んだ状態から抵抗してネガティブで下ろしていく。で、まあ、こういうふうにやりたいわけですね。ということは、ここを先に設定してあげると、今僕の手どうなってますでしょうか。まあ、ちょっと手のひらあえて開きますね。まったりにします。こうじゃなくてこういうふうにします。そうすると僕の手の甲が水平になってるの分かりますね。これがさっきの肘の内側が上に向いた状態であれば、親指が上に向いてますね。親指側が上に向いてますね。これが、こっちやろうかな。肘の内側が上に向いた状態、肘の先が下に向いた状態だと、こっち親指側が上に向いてますね。これにならないで、肘をきちんと整えれば、ほぼ水平の状態になるということ。ここに行ってほしいということです。今やってても、これだけやってても、ぎゅっと今辛いので下ろします。辛いので逆の腕で説明しますね。つまり、ここを設定していくわけですけど、ここが親指側が上に向いている状態であれば、これは必ずこっちに向いている状態なので、要はこれはこっち側、手の甲は水平に向かっているくらいがちょうどいいわけです。だけれども、ダンベルを持ってやってると結構こうなりがち。さっきのこういうやつ、ほら、こういうやつ、ほら、こっち側上がってるでしょ？水平じゃないでしょ？なのでこれを水平にしたわけですね。で、これを水平にするために重要なのが、この小指と薬指というわけです。で、どういうふうにやればいいかというと、この小指と薬指で握ったのを、より握って強く握って、端っこの2本でより強く握って、ギュッと握って引き絞るように引き上げる。そしてちょっと遠くに、この2本で上に行くだけじゃなくて遠くに行くように引き上げるわけですね。そうすると、この肘の内側がちょうど水平に向くということ。で、これ、ダンベルをこうやって握ってると、どうしても親指を使いがちです。親指を強く使ってると、これで持ち上げてしまうので、親指側で持ち上げようとしてしまうので、こっち側が上がってしまうんですね。なので、男性でダンベルが4キロか5キロぐらいまで、あるいは女性で3キロまでであれば、2、3キロであれば、最初の段階では親指なしのサムレスグリップで握ってほしいんですね。サムレスグリップ。親指をこっち側ですね、にした状態で、まあ、ここで言うと、こういう状態で握ってほしいんですね。これをこっち側に回さないで、このままということ。このままで握って、やってみてください。両方まあ握ればいいと思うんです。両方サムレスグリップで握って、ここを上げてみる。親指を使わないサムレスグリップでまずやってみれば、どうしても小指と薬指がしっかり働きます。これ、親指を使っちゃうと小指と薬指のことを忘れてしまうので、あえて少し軽めの男性で4、5キロ、女性で2、3キロであれば、サムレスグリップでやって小指と薬指の握り、グリップをしっかり使えるようにしてやれば、これで上げていったときに、よりそこの小指薬指を握りながら引き上げてあげると、手の甲が水平になる。というところまで来るんですね。それをやっていくと、ちょうど今言った肘の内側が真正面に向いた状況になるということです。なので、まずはサムレスグリップというこの4本の指でしっかり握って、小指薬指をその中でもより強く握って、握って引き上げる。引き上げると同時に遠くに持っていく。で、ここを中心により遠くのね、大きな弧を描くように開きながら、こう引き上げていくというふうにしていく。それをほぼ水平までやっていくということ。水平より上はいらないです。水平より上に行っちゃうと、僧帽筋が縮んで、もうまたこれまたわからなくなってしまうんで、高くて水平まで。その一番縮んだ状態まで行ってから、ずーっと使っていく。一番縮んだ状態まで行ってから、丁寧に下ろしていく。息を吐く。息を吸うです。今の、こっから先のこと、もう分かりましたかね。これをまずやりながら、その他のことをやっていく。まあ、ここは今までも言ったことあるんですけど、下から行くと、重心がかかと、つま先ではない。膝と太ももが少しね、重心1センチ後ろ、お腹も1センチ後ろ。この状態で、みぞおちが中で、上げるとき息を吐きながら、肋骨を締めて、ふっと吐いていく。肋骨を開かない。開いちゃうとまた親指が上向いちゃうから、肋骨を、ふっと締める。極端にはこういう感じ。実際には動かないですけど、こういう感じで締める感じすれば、胴体が動かないので、肩関節中心で、この手の甲が水平、肘の内側が真正面に向いたような、この形になっていく。ということで、ビシッと効くサイドレーズになってくるわけです。ただここで議論になりがちなのが、小指薬指を握ってこうひっくり返す動きをすると、インピンジメントになるんじゃないですかというふうには、まあ、言われることがあるんですけど、インピンジメント、肩のインピンジメントっていうのは、ここの中ですね、この肩のこの上、あるいはちょっと前あたりですけど、そこの中で、これをねじりすぎると衝突が起きて、その衝突による炎症が起きるということなんですね。それでここに痛みを抱えてしまうというのはインピンジメントなんですけども、これは正直、僕はこのやり方でずっとね、20年以上やってきて、そして僕のお客さんもこのやり方やってきて、故障した人は一人もいません。全然いないです。で、これもやり方次第なんですね。要は、重いのをやりすぎて、これを振り上げるようにやって、かつ、筋肉の収縮を無視して、それ以上に骨をガツッガツッガツッ、しかもこれがこういう、ひっくり返るぐらいまでやって、ガツッガツッと振り上げるようなことを結局やっていくと、そういう衝突がこれで起きてしまうことがあります。だけど、そうでなくて、基本的に一番最初にやった、ここの状態、ギュッと締まった状態、筋肉の収縮をまず最初に考えて、そこに近づけるためにここを握って水平の状態まで持っていく。というのは、やっぱりその程度の問題ね、やりすぎではなくて、ギュッと締まったところまで持っていってるだけなので、インピンジメントはもうこのやり方で正しくやっていけば起きないです。それ起きた人は本当にずっと指導してて一人もいないので、この感じでやっていけば大丈夫だと思います。振り回しすぎない。結局のところこれで振り回してもしょうがない。これをこうなるけど、振り回してもダメっていうことですね。そこだけ気をつけていけば大丈夫だと思います。そんな感じで、サイドレイズを最初は、サムレスグリップ、親指のない形で、そして丁寧に息を吐きながら一瞬だけ止めてゆっくり。一瞬だけ止めて、おろそうのネガティブね。おろそうのネガティブゆっくり効かせる。おろそうで効かせていく。上げるとき、おろそうでぐーっと三角形で抵抗していくということをぐっと意識しながらやっていけば、ショルダープレスだけでなく、この横の膨らみがしっかりできてきますので、50歳以上でもかっこいい方というのは本当に手に入ってきます。なので実際にはやっぱりね、初級を抜け出したらショルダープレスとサイドレーズをやっぱりセットでね、やっていってほしいです。それによって、Tシャツもかっこよく着れるようなね、この型を作ってほしいわけですね。なので、本当に50歳を過ぎたら、ある程度お腹の問題が解決したら、この肩をしっかりかっこよくしていくということが、T シャツを着ても Y シャツを着ても、かっこいい体になるという方向になってきますので、ここね、サイドレーズしっかりね、注意してやってみてください。またね、これをやってみた感想をぜひコメントにください。皆さんのその感じ方も聞いてみたいと思います。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。